猫ぶちぼちでございます。1932年5月の4日にですね、まあ、晩9時ぐらいから夜中の1時ぐらいまでにかけて、朝鮮人が3人ほど撲殺をされるわけです。で、3人の遺体はですね、その後こう瓦のところで解剖されます。で、解剖された後にですね、その亡骸をその近所に仮埋葬という形で割ったんですけども、さすがにその具合悪いと思ったんでしょうね。ここの猫ぶち墓地の見てもらうと分かりますように山の上ですよ。ほんで結構な急峻な坂なので、登ってくるのこれ大変やったろうなと。今でもね、たくさん墓地残ってますけども、新しい墓地もあるでしょ、墓地あるんだけども、これようこんなとこまで、これ墓石どないって持って上がってきてるのかなと思うんですよね。道これ軽音上がられへんでと思うんですけど、これ手で裂けて持ってきてるの、この新しいこんな墓地とか、よく分かりませんけど。で、それをすんのにですね、ここのですね、片隅のところへどっかへ埋めてたって言うんですよ。で、そのどこへ埋めてたっていうのは分からへんです。上の方が偉いのか、それとも下の方が偉いのか、よう分からんのですけども、隅っていうのは、まあいうところの、あそこに石たくさんある、あそこの裏とか、こういうところの隅なのかを言うのかなと。はたまたこっち側の方ですね、これも危なかった、ほんでも危ない、これ墓石も倒れてもうて、こっち側のあの向こうでね、あっちもまあ隅といえば片隅といえば片隅ですから、その辺のことを指すのかよく分かりませんけども、そこへですね3人の亡骸はそのまま埋められておったと。で、その後何年かしてですね、お一人の分は掘り出されて、戦後ですね、お二人が掘り出されてます。そのお二人掘り出された分はですね、戦後です、1946年にですね、東京三多摩ですね、三多摩地区へ、移設をされてというか、埋葬されてるのは三多摩でされてるかどうか知りません。それはそこまでは書いてなかったので、ただあったのは三多摩地区でですね、朝鮮総連の方など1000人以上の方が参列をして、そこで慰霊祭をやったという記録はあるわけです。で、どうなったのか、その後ですね、東京に、まあ、向こうの方へ行く機会があればですね、今度またその亡骸というか墓がどうなったかというのをまた見ていきたいなというふうに考えているわけですけども、だからこんな上まで持ってきてです、多分それはあの殺した人じゃなくてですね、地域の人なんかがなんぼなんでもそれあかんやろということで、どっかの墓入れよ、近所の墓はここやということで、で近所の地域の墓に入れられたんじゃないかなというふうに考えます。これなんか、これ大正3年ですからね、ね、これできたもんね、こっちも大正9年とかでしょ。この後に結局事件は起こってるわけですよ。こんな倒れてますけどね。で、こっちがこの辺はやっぱり梅木地区なので、梅木さんという方が何人も墓石のとこで掘ってますけども、これってすんごい古いみたいに見えるじゃないですか。私もこれだいぶ古いやろなと思ったんですよ。で、よう見てください、平成3年って書いてるから、30年ほど前、これも平成2年って書いてます。だから30年ほど前でもですね、このような形のお墓にされるという方がおられたということですよね。こっちがあれ木に書いてますけど、木に書いての木朽ちてないということは、この後ですね、こういっぱい書かれてるわけですよね。字書いてるし、これ令和5年の外場ですよ。亡くなられたのが令和5年なんですか、かも分かんないですけども、だからこういう墓石だけと違って、こういう石を使うような、この辺は文化なのかも分かりませんけども、この辺りのところに一旦ここへ、まあ、埋められておった。しかも、もう10年以上になりますよね。昭和の一桁のところから掘り出されたのは戦後ですから、昭和仮に21年、1946年にはすでにですね、東京で慰霊祭やってますから、だから戦後そこまでの間ですよね、そこまでの間のところを掘り返したということは、もう10年以上はこの辺りにですね、多分石がこの石あったのかどうか分かりませんよ、分かんないんですけども、こういうところへですね、まあ、ほんまに打ち捨てられておったというような形であったわけです。